太陽艦隊、または高見艦隊、大海艦隊は、第一次世界大戦における、ドイツ帝国海軍主力艦隊の故障である。ヤーデ1のビルヘルムスハーフェンを基地とした。本艦隊は、イギリス近海を支配するイギリス海軍にとって、脅威となり、戦争中イギリスのグランドフリートは、北海から動くことができず、他の戦域での多くの緊急任務が、 感染の不足により実行されない結果となった。太陽艦隊の全土急戦艦太陽艦隊の感染数はイギリス本国艦隊に対しに対3の割合で下回っていたが、海戦後間もなく、北海における戦力比は同等になった。これはドイツの意志によるものではなく、イギリスが他の多くの海域に感染を分散したためであり、戦争終盤には、 戦力比はイギリス側に傾いていた。ドイツ海軍は艦隊同士の直接戦闘のリスクを犯す気はなく、イギリス艦隊の一部をおびき出して、分断、撃破することを狙い北海へ侵入する戦略を選んだ。しかし、ヘルゴラントバイト海戦、ドッガーバンク海戦及びユトランド沖海戦で決定的勝利を挙げることはできず、戦略的情勢が変わることはなかった。 その後イギリスの海上封鎖により、ドイツの経済状況が悪化したため、ドイツ帝国海軍はイギリスに対し、通商破壊作戦を行うことにより大西洋の戦いを勝利に導こうと、無制限潜水艦作戦に注力するようになった。1916年8月と1918年4月の2度の遠征を除き、太陽艦隊は原尊艦隊主義のもと、 戦争の残りの間ドックの中に引きこもった。太陽艦隊の土球戦艦1918年10月、敗戦が決定的となり、一般市民は飢餓に苦しむ中、ラインハルト・シェアは、イギリス本国艦隊に対し決死の攻撃を行う、ことを決断した。攻撃計画が拒否されることが分かっていた。彼は、それを、ドイツ最小のマクシミリアン・フォンバーデン公に告げなかった。 しかし1918年10月29日に、ビルヘルムスハーフェンからの出撃命令が下された時、多くの水兵は命令を拒否したか、あるいは脱走した。計画は断念されたが、これらは、キールの反乱、ドイツ革命、11月9日の帝国崩壊、及び11月11日の休戦協定への引き金となった。スカパフローにおける戦艦。 バーデン急戦協定により、太陽艦隊は、イギリス海軍の本拠地、オークニー諸島のスカパフローに抑留されることとなった。1918年11月21日、ダブルゼータ作戦により16隻の連合軍戦艦にエスコートされ、太陽艦隊の11隻の戦艦、5隻の巡洋戦艦、8隻の巡洋艦及び48隻の駆逐艦が開港された。 1919年6月21日、ルートビヒフォンロイター中将はそれら艦船が、イギリスの手に渡るのを良しとせず、自沈させるよう命じた。53隻の艦が沈み、沈没を防ごうとしたイギリス軍により9名のドイツ、軍士艦及び水兵が殺された。彼らは、第一次世界大戦の最後の犠牲者となった。ドイツ海軍最後にして、 最良の戦艦バイエルン級、バーデンは、後に浜に引き上げられ、広範囲にわたり分析された。スウェーデンの歴史家アルフ・ w ヨハンソンは、ドイツ軍の太陽艦隊創設は、戦略的大失敗の典型だと述べている。彼の著書、ユーロパス・クリッグによれば、付け加えるとするならば、太陽艦隊は、結果的にそれを創設した。 政治体制を転覆させる最後の道具として使用されたということである。1914年8月戦争勃発時の戦力戦艦、戦列艦及び解剖戦艦は6個戦隊、巡洋艦は5個軍、駆逐艦、水雷艇は8個部隊、U ボートは2個小艦隊で編成された。加えて小型巡洋艦と駆逐艦、水雷艇による4個沿岸守備艦隊が、 太陽艦隊に属した。この項目では区別のためホキシフロットを太陽艦隊と訳したが、ホキシーはドイツ語で概要を意味するためわけとしては、概要艦隊が適当である。英語でも概要に展開できる能力を持った艦隊をハイシーフリートと呼称している。この場合のハイシーは公開の意味だが、ひいては概要の意味を持つ。この他に、高見艦隊。 大会艦隊というわけをした例もある。ドイツ語には複数の単語を結合して一つの単語を生み出す特徴があり、これからするとホキシフロットは方法 C、フロットに分解できる。方法は高いを意味する形容詞、C は海を意味する名詞、フロットは艦隊を意味する名詞である。このことから高み艦隊というわけはホキシフロットの 各単語を直訳したもの、大会艦隊はそれを意訳したものであると考えられる。しかし、求められた役割や目指していたところを考えると、外洋艦隊とするのが適当と考えることができる。ありがとうございます。